sitting on the edge. こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。こんばんは、乃木坂46の弓木奈央です。お願いします。お願いします。そう、連日の地震が、ね、続いて、先ほども緊急速報、神奈川県ですかね、はい、ちょっとあの不安の中聞いてらっしゃる人もいるでしょうけども、うん、ちょっと備えをね、はい、過剰なぐらいでいいんでね、はい、備えた上でちょっとお過ごしいただきたいなと思っております、うんうん、はい、弓木さん、写真集ありがとうございました。先ほどいただいて、こちらこそです。やっと渡せました。まだちょっと見れてはないんですけども、うんうんうん、今日帰って夜ご飯食べながら見させていただこうかなと思って。いや、ご飯のお供には結構本当ですか。はい、過激かと。いやいやいや、全然。でもあの、私そのお渡しするときに、うん、一緒に見ようと思ったんですよ。え、どういうこと。私も隣に寄り添って、はい、こうあの1ページ1ページこう解説付きで、はい、付きで一緒に見ようかなって思ったんですけど、はい、うん、多分そういうテンションではないなっていうのを瞬時に、それは、うん、刺した、はい、瞬時に刺しまして、あの、颯爽と逃げていきました。ちょっと仕事してたんで。これはそこあそこで撮ってとかっていう解説、うんうん、はい、いらないって、それ早速言おうと思ってたんですけど。美術館のあの耳に入れるやつみたいな、はい。まあ、でもそれファンはめっちゃ嬉しいんだろうな。でもすごい楽しみにしたから、はいはい、アルピーさん2人に渡すことが、うん、てか、チンキンのスタッフさん含め、ここ渡すことが、本当に私の夢だったし、はい、一番に渡したいっていうふうに言ったから、はい、うん、ワクワクしてたんですけど。いや、ありがとうございます。もう、だから今、うん、ここまでの短い時間内でパッパ見るのもね、うんうん、それほどのものでもな、あの、本当に違った。あの、その程度のものではないというか、もっとしっかり時間をかけて、拝見したいなということなので、後ほどゆっくり。本当ですか、はい、ちゃんと見てくれます。はい。ご飯食べながらちょっとゆっくり見ますよ。ナンバーワン教えてくださいね。ナンバーワン、ああ、ページ。うん。わかりました。よっしゃ。はい。嬉しい。すごいね、久しぶりに揃ったわけですから。そうですね。だから、4月12日以来だって。え ?4月 ?4 月ね。あ、でもそんな経ってないね。いや。でもまあ、一月ぐらい経ってる、ね。1ヶ月うーん、そうですか。いっぱい変わったこともありますでしょうよ。そうなの？私だって、見たらわかりませんか？え何私変わった。ひろこさんに会って、会ってない間に変わったことがあるんです。だって髪は今日なんか縛ってるからわかんないしな。メイクはまあ別にいつも通り、はい、なんだ、なんだろうな、メイクじゃないし、だって今日ノースリーブで、矯正取れた、正解です。違う、あ、そうなんです。だから川口湖がめっちゃ言いやすくなりました。言ってごらん、川口湖ギリギリになっちゃった。なんで？めっちゃスムーズに。見るようになりまして。嬉しいです。よかった。すっきりした？めっちゃ、全然違います。もう滑舌が。悪いな。よくねえじゃん。もう、さしすせそ言いたくなっちゃって。もうでも、先週やった。今、報告したい。報告したいから。でもやっぱ異物感みたいのはなくなる感じでしょ、なくなりますずっとなんかつけてるなっていう感じはね。全然もう。ベロで触っちゃったりしてて。はい。今まではね。うん、ベロ。そう思わなくて。ベロベロベロって、うん、歯の裏とかもやっちゃうし。そうだよね。嬉しいです。なら、おめでとうございます。ありがとうございました。うん、すっきりして。うん。ね。うん、ね、はい、ラジオネームたくまん、うん、35枚目シングルのリアルミーグリでなおちゃんに写真集70冊購入すると宣言したので、先週の流れに乗り遅れましたが報告します。添付写真見づらいですが、左から30、19、10、10となっています。え、これですね。待って、嘘でしょ。ショールーム購入分が到着すれば70冊になる予定です。違う表紙のやつ。近近リスナーの本気、お納めくださいだって。嘘でしょ。30、19、10、10だって。一番じゃないですか、多分。70はすごいよ。壁一面にぶずらーって貼れるね。ね。ほんとドラマで見る。マリリン・モンローみたいにさ、細かいマリリン・モンロー引きで見たら大きいマリリン・モンローになったみたいな。私アートも作れるでしょ。うん、確かに、モザイクアート。うん。確かに、作れそうではある。すごいな。これはどうする？もちろんね、自分用とか、ね、鑑賞用、保存用、ね、まあ親戚に
ね、普及するよとか。すごい。あんのかね。まさかだってこの冗談かなってそのリアルミーグルとおっしゃった時も、まあまあね、もう、あ、冗談かなっていうふうに思ってたらまさかの本当に、うん、いやそうだよ、そりゃそうですよ、ファンってそういうもんですから、うん、18万だ18万いいそう言わないで、買っちゃったからね、だってこれだって歴代1位じゃないですか、歴代1位じゃない多分、うん、買った人の中で70はすごい、ちょっとこれを越せるやつはいないんじゃないかな。いや、青じゃないですよ。さすがに。いやいや、すごい。18すごいね。いや、愛されてるよ、ほ、うんとに。そうだよ。いや、本当ありがとうございます。めっちゃ愛されてるよ、これ。うん、これ、初週前に買ったのかな。いやいや、わかんない。どういうこと？いやいや、わかんない。今、そんなこと言う立場ではないです。どういうことなんですか？初週前。初週売り上げが発表される前に買ったのか。初週があんまり行かなかったの。別に別に、あ、それ別にでも関係ないでしょ、トータルでしょ結局のところはね、大きく広く見て、はい、トータルも別にこれからだから、はい、そうですね、この人たちずっと買い続けるから、まだまだ、そうですよね、まだ一生残りますから、うん、そうだよ、うん、一生に一度の写真集かもしれませんしね、いや、そうさ、そうだよ、写真集なんか、うん、普通に生きてたら出すことなんかないんだからね、うん、そうなんですよ、プロのカメラマンがちゃんといろんなプロがセッティングして、うん、プロが撮ってプロがねいろんなところ、うんうん、細かくさ、うん、やってくれて、だから言われましたマネージャーさんにも、うん、出せることがまずすごいんだよって、うん、うん、慰められました、ちょっとそう感じる言葉だねそれは、そうですね、うん、でも温かい慰めでした嬉しいです、でも本当だよ、すごいよ、うん、こうやって買ってくれる熱狂的なもの、めっちゃ愛を感じます、これ70だからさ、ネットなのか書店なのか分かんないけど、うんうん、これだけの、うん、まあこれだけ回るんだったらもっともっと、うん、あの追加しておかないとっていう、そうサイクルもできるしね、うん、確かに、でそのもっと前に積もうっていうね、うんうん、場所だって変わってくるし、確かに嬉しいな、すごいよな、本当によかったね、愛されて、うん、本当に嬉しいです、うん、でもなんか弟は、うんうん、姉の写真集買わずに、うん、先輩の佐野隼人さんの写真集を買っていたそうなんです。そうだよ。はい。買ってたの、そういえば。見つけました、私。いや、姉ちゃんのってむずいよ、のは。むずいですよね、さすがに、弟は、うん。隠れて買ってるはあるかもしれないけど、うんうん。まあ、どうせ家にありますしね、しかも。いるしな、普通に。うんうん、だって、それ、まあまあ、わかんないけど、弟ってレジでバレた時のあお兄ちゃんですか、恥ずかしい、いや確かに思春期ですもんね、うん、まったらなんか、うん、なんかこんな話したのかな、先週親御さんとか親戚周りとかも、うん、なんかメッセージくれました、くれました、もうおばあちゃんがもう、うん、とんだ喜んでくれて、うん、もうあの東京カレンダーさんも、うん、おばあちゃんすっごい嬉しくみたいで、綺麗に撮ってもらってねって、はい、もうほんと一緒に一度だよって、おばあちゃんこんな絵思いさせてもらってありがとうって、うんうん、私の孫じゃないみたいよ、うん、え、本当にそんな感じで、で、お抹茶立てながら京都だね、はい、言ってくれてもう嬉しかった、おばあちゃん、ね、いっぱい番組さんも見てくれて、うん、それが楽しみだったみたいなので、うん、今日もラヴィット出させてもらったんですけど、うん、前日におばあちゃん出るよって言っときなさいねってお母さんに言われたんですけど、うんうん、ちょっと意地悪して、あれ、え、なんで、なんか試しました、おばあちゃんを、私がジップだよって言ったの、違う、そんな言わないですよ、うん、なんかあの おばあちゃんに私言わなくても見てくれるかな、うん、みたいな、うん、ちょっとエスっけ、いやでも、うん、どうなんだろうね、見てくれたかな、見てくれてるよ、おばあちゃんの、ワードでね、ワードでなんか録画してくれるとか、あ、確かにそれがあるのか、でもやっぱ生で見たいじゃんね、きっと、うん、意地悪せずに教えて差し上げて、そうですよ、ね、毎日見てんだよ、うん、見てくれる、普通に楽しくなっちゃって、意外と月とか言ってんだよ、うん、月意外とね、いや本当におばあちゃん一回もその朝結構朝ドラさんとか見る派だったんですけど、うんうん、私が出るようになってからラビットさんはすごい毎日見るようになったって言ってて、ね、うん、やっぱホテイソンみたいなねそっちかあるかもしれない、ね、私よりも推しができちゃってね、そっか、面白いですもん ね、 ね、和やかだし、うん、おばあちゃんも写真集も買ってくれたんだ、もちろんです、何冊買ったの、おばあちゃん、何冊だっけの、
なんか、あの、従業員さんに頼まれたりとかして、うんうんうん、代行で買ってたりするので、うんうん、何冊 ?5 冊ぐらいは買ったんじゃないですかね。少ない。いや、わかんないです。もっと買ったかもしれない。いや、わかんない、わかんない。問い詰めてないから。これ嘘つくとおばあちゃんに。問い詰める必要ないよ。問い詰めてないけど、嘘つくとおばあちゃんにバレちゃうから、聞いてるから、これ。はい。そうなんです。そうですか。よかったですね。はい、ありがとうございます。本当に。ファンの方々にね、うん、お礼言って差し上げてね。本当に。いい、今度言いますわ。ね。そうだね、直接ね。はい、こうやってラジオネームとかわかるしね。うん、そうですね、うん。ラジオネームで来てくださったら、うん、直接お礼言いたいので、うん、皆さん教えてください。なんか、写真集買ったよとか、ね、うん。ありがとうございます。ね、うん。嬉しいね。ラジオネーム。きねつきもち。先週の放送中、車を走らせ京都の天使だったのか発売記念パネル展に行ってまいりました。自宅のある長野から片道約400キロ9時間の長旅でした。嘘でしょ。そんなかかな長野から。かわいい弓木さんの写真とコメントを見たら疲れも吹っ飛びました。その後大阪、名古屋のパネル店に足を運び、それぞれの書店で写真集を1冊ずつ追加購入をし、合計11冊、23冊目指していきますって。いやいやいや、そんなもう気持ちだけで、そんな。パネルが置いてあるの？その書店に、はい、書店、各書店さんにパネル店があるんで、うん、未公開の写真がいっぱい置いてあるんですけど、うん、それもなんか抽選で。パネル、そういうパネルね。はい。等身大パネルがあるとかじゃなくてね。等身大より多分でかい。あ、パネルがあるんだ。パネル。弓木さんの全身パネルみたいな。あ、いや、それはないか。小さい見たことあるけど、大きいなんの等身大より。さすがにないですね。このぐらい。あ、自分のね、はい、顔のパネルなんかも。そうです、そうです。あって、めっちゃありがたいですね、顔出しパネルとかもあるといいのにね。確かに、なんか名物。体が弓木さんで。それはさすがに。自分の顔で体が弓木さんになれるみたいな。さすがに、あれか。生々しいか。いやいや、そんなことないです。そうですか、うん、女すぎるか。そんなみんな来てね、なんか弓木直天とかやればいいのに。いや、そこまでの。いや、だって工作もできるじゃん。工作？今回そういうパネルもそうだ、写真集とかもそうだけど、うんうん、自分が作ったもんとか描いた絵とか。ああ、それいいかも。そうだよ。幼少期にもらったトロフィーとか。まあそれまあまあ、まあ、飾りながら、うん。ありますあります。なんの？イングリッシュコンテスト。いいんじゃない、うん、とか。ファンたまんないんじゃない、ね、そこで、あの、イヤホンつけると、うん、そこのゾーンに行くと、うん、当時、その、なんか英文喋ってる弓木さんの声が聞こえるとか。めっちゃいいじゃないですか。いい実家の部屋再現のね、めっちゃいい。ワンコーナーあったりとか。卒業の時にしようかな。いや、喜ぶと思う。卒業の時じゃなくたっていいじゃん、別に。いいですか？喜ぶと思うよ、そういう。ほら、別、実家の部屋見せるわけにいかないけど。そっか。そういう流れだったらね。めっちゃいい。いや、トキワ荘とかさ、そういうレベル、そういう偉人レベルの人じゃないと、それ。無理か。普通ダメだけど、ダメだけど、ユミキちゃんとかやったら面白いかもしれないね。結構、私、でも、家めいっぱいあるから。結構か、点々としてるから、どの家か。いや、それはもう、わかんないかも。何歳、もう3歳から何歳までの家とか知らないけど、思春期、青春期を過ごしたお部屋とか、うん、こうね、小学生の時のデスクがあって。うん、あ、めっちゃいいな。いいでしょ？その中で実家から持ってこられるやつは持ってきて飾って。しかも私の今でもある切り抜きとかを、その貼ったりとかして、うん、切り抜きって何？私が先輩方の切り抜き、ああ、まだ乃木坂入る前、入る前に切り抜いたやつ、めっちゃいいじゃん。残ってるので、うん、いいんじゃない？お手紙とか、そのラミネートにして、うん、あのペラペラめくれるようにして、めっちゃいい。ちょっとあのこれ、まだスペースあるよでも。いただきますわ。うん、もっといろんなの、もっともっと必要。衣装？あ、衣装、衣装、歴代衣装、結構持つ距離。あとは、うん、あの小学生の時に通ってた新体操クラブで、小学生の子と文通した手紙とか、うん。何それ体操関係ねえじゃん。とか、あとお母さんとの交換日記とか。ああ、そんなのいいんだ。あ、ありません。見せられるんだ。はい。全然ありますね。あとはホームビデオとかね。モニターがあって、幼少期のね、うん、運動会の時とか。はい、ずっと流れてるとか、バック、バックで。
この時はだからナレーションも入れてもらってね、うん、この時は転んで泣いちゃったんですよ、うんうんうん、だけどその後のお昼ご飯をあんたもりもり食べたんだよっておばあちゃんが教えてくれました、私は忘れてるんだけどね、うん、この時私は転んで泣いちゃったんですけれども、うん、またずっといると繰り返しになるんだけどね。おばあちゃんからのメッセージとか、うん、ああいいじゃん、一言メッセージとか、おいいね、めっちゃいいじゃん、東京行っても頑張りやとか、うん、リピートするのずっとさすがにくどいか、さすがにくどいかな、くどいですか、うん、そういうのとかめっちゃよくないですか、だってうち手持ちめっちゃいるんで兄弟、あ 7,、ね、7人プラス、ね、おじちゃんおばあちゃんパルコとかでやればいいよ、じゃあ、え、いいですか、パルコでいいんじゃない、さすがに意外と面白いかもしれない、うん、期間限定で、うん、でも私パルコさんとのつながりないからな、別にみんながみんなあるわけじゃないから、遺伝子にさ絵描いたやつとかも、うん、実物と現物とか新しい新作とかも置いたり、うん、牛乳パックでなんか工作してみたり、うん、ね、全然あると思います。昔のやつ結構残ってるので、弓木店、はい、いいじゃん。え、なんか言ってみようかな、うん。なんかちょっとアートな側面でやるといいと思うよ。ファルコってそういうところあるから。はい、だから弓木奈緒っていうアイドルを、うんうん、まあ、名前ぐらいしか知らないなっていう人でも、うんうん、そのアートっていう角度で、うん、見てみようかなって、嬉しい、なんかこの年で新しいことを提案してもらえることが、うん、そうだよ、ずっとこれ温めてたよ、え、弓木店はずっともちろん愛感じる、そうだよ、俺言ってたじゃん、でも、うん、プレバトとかで、そのああ、言ってました。ね、なんか、うんうん、展示会とか展覧会できんじゃんって。この間もプレバトで1位取ったんですよ。すげえじゃん。そう。マジでいけんじゃないじゃん。自分でもびっくりした。で、その中で絵をね、うん、販売したって欲しい人がいたらね。古典、うん、それもちろん。あら。見えてきた。芸術家ですから。セカンドキャリア。つばつけとこう。つばつけて。嬉しい。例えば木彫りの仏とかも展示したいよね。木彫りの仏、うん。木彫りの仏？そう。で彫刻できるかな。そう、立体彫刻とかも。ハンダ、ハンダ。いいじゃん。あ、ハンダゴテ？うん、ハンダゴテで。できるんだ、ハンダゴテ。ハンダゴテ。しか知らないけどな。時々ドレッシーな弓木さんが会場にやられてね、ご挨拶したっていうわけじゃない。うん、めっちゃいい、うん。衣服も作りたいんですよ。ああ、そういうのもいいんじゃない？うん。たまに衣服。うん。うん、アートアートたまに衣服。どうですか？いや、意外とあるよ、そういうタイトルのパルコの展示なんか嬉しいかも、ね、タイトルどうすんの、タイトル、うん、なんだろう、弓木店のタイトル、うん、通過点出す、急にダサくなったな、なんでもっとパルコっぽいやつにして、パルコってどんな感じですか、いや、あのね、そういうなんかそういう展示の展示スペースみたいなパルコでもできるだろうし、あとね、丸の内でもあんだよね、なんとか店みたいな、結構ちょっと変わった展示会とかやってんのよ。なんかき、あ、見てみてんとか。え、見てみて。見てみてん。天は天。うん、見てみてんって。天は？天は天空の天？違います。あの展示会の天なんですけど、振り仮名で上に天って書いてあって、うん、見てみてん、見てみてん。弓木奈緒の見てみてん。はい。まあまあでも。パルコ。よりですかこれって、まあまあ意外とそういうのもある意外とあるしね、丸の内でもあるしね、長めのやつとかもあるじゃん、タイトルちょっと長めの文章ってちょっと、うんうんうん、そのタイプだと結構1行2行ぐらいの文章になってるやつ、うん、長いタイトルの歌とかもあるじゃん、うん、ああ確かに、そのかんなんか力抜けてなんか意味はちょっと分かんないけどなんか雰囲気伝わるみたい、うーん、ふと立ち止まった時上を見上げたら初めて白い雲を見た、いやなんかこれのタイトルみたいになっちゃう違います、続いては36枚目シングルの乃木坂46で、チートデイ、ごめんなさーい、ラジオネーム初版を餅つき、うん、弓木店のタイトルですが、うん、ダクテンはどうですか、ダクテン、うん、何ですかえ、なんでなんでだろう、うん、私濁点っぽいかな、あの濁点、うん、例えばなんか濁っていうテーマがあってね、ハグの抱きしめるの濁っていうテーマがあれば濁点とかいけんだけど、確かに関係ないもんね、うん、
こいつがただ独立していいタイトル思い浮かんだから、うん、強制的に持ってきただけ。確かに。え、めっちゃいい。濁点で濁点。濁点って書いて、うん、ハグ点とかでもわかんないけどね。でもそれは点々の濁点ではなくなっちゃうけどね。だからキラキラネームっていうことですか。そう。うん。めっちゃいい。ラジオネームシュンシュンシュンタの大冒険。弓木店ですが、弓木さんがメニューを考案したカフェも併設してほしいです。ああ、いいね。あ、普段ちょっと小腹空いた時に食べてるものとかをそのカフェで食べられるように注文できるようにすればいいんじゃない？何食べてるだろう、私。実家でよく食べてたママのね、一番得意の料理とか。ジャーマンポテト？ジャーマンポテト。ママのジャーマンポテトっていう。ああ、めっちゃ売りやすい。ジャーマンポテト。ジャーマンポテトめっちゃ簡単です。だってジャガイモとぶっ潰すだけなんで。うん。じゃなくて、じゃあ茹でたジャガイモがあって、うんうん、それ買って、はい、ファンがみんなジャーマン自分で潰して食べられるようにする。え、めっちゃいいじゃん。ね、その方が喜ぶ。マヨネーズとか、うん、そう弓木家の味付けのね、うん、調味料があって、はい。ジャーマン教室とか全然いいんですよ。ジャーマン教室、はい、私がこの地味聞き直伝のスープレックスの会長みたいな、ね、ジャーマンポテトを教えてあげる、一緒に作る、あ、一緒に作れる日もあったりとかね、うんうんうん、映像で出てきてもいいよね、うん、みんな今日ありがとうって、うん、じゃあジャーマン地味聞きのジャーマンポテト一緒に作っていきましょう、うん、あれ元気がないな安い映像全部私が、うん、他何があるの、ジャーマンと。あと何だろう、うん、抹茶は、あ、抹茶立ててくれます。抹茶系だったら負けんな。おばあちゃんの抹茶。あとわらび餅とか。めっちゃいいじゃん。あとはおばあちゃんチキンカツとか。ん？チキンカツ。チキンカツ。うん。へー。とか、あとほうれん草のおひたしとか。なんか京都店みたいな。めっちゃおばあちゃんの美味しいんですよ。ああ、じゃあでおばあちゃん考案の、うんうん、でおばあちゃんの得意料理がそのカフェで注文できた、うん、ゆみきさんが小さい頃から食べてきたものがね、うん、はい。あとなんか最近おばあちゃん家行ったんですね、うん、で仕事の帰りに寄って帰ったんですけど、うん、その私の大好きなものをいっぱい用意してくれて、うん、美味しい美味しいって言って朝起きて、うん、朝ごはん用意してくれた時に、うん、おばあちゃんに大根すりつぶしただけのやつに、うん、おじゃこと、うん、なんかポン酢みたいな、うん、醤油みたいな、うんうん、あのぶっかけられて出されたんですけど、うん、嫌なの、嫌なの、出されたんですけど、うん、初めて食べるなんか見た目で、なんかうまいじゃんそれ、大根ニアターゼみたいな、なんだっけ、なんか大根、こんなイタリアンネーム、いや、なんか大根ニアターゼみたいな、うん、あの成分が豊富だから、うん、すごい体にいいから食べてみなって言ったら、うん、食えたもんじゃないっていうか、うん、めっちゃ言うんだよ、じゃこ入った大根おろしでしょ、醤油かけて、はい、そんなんご飯めっちゃうまいじゃん。もう辛っていうか。うまいよそれ。本人に言えなくて。普段と朝ごはんとかさ、うん、なんかビジネスホテルのさ、うん、朝ごはんとかだってそういうの出てくたりするよ。え、めっちゃ健康にいいのは分かってるんですけど。全力使っちゃったんだって。辛くてなんか。前の晩に。えっと思って。おばあちゃん、え、急になんか私めっちゃいい朝ごはんだけどな、いや、マジで食えたもんじゃないですか、マジで言うなよ、本当に、おばあちゃん聞いて、ここ聞かないでほしいんだけど、めっちゃ辛くて、嘘、俺大好きそれ、でもなんかあんま言えなくて、おばあちゃん大好きだから、大好きだし、うん、私のためにせっかく作ってくれた、たまにあるじゃん、うん、辛い大根、うん、なんでこんな辛いんだよ今日の大根みたいなやつある、でなんかやまりと、うん、え、なんか、え、辛んかもみたいな、やまりって言ったんですけど、うん、ちょっと残しちゃったから、あ、そう、はい、で、それもあればいいじゃん、うん、あれ辛味大根の、うん、おろしたやつ、初めておばあちゃんの料理で食えた、やめろって、いやいや苦手だった食えたもんじゃないするから、本当ちょっとそんなこと、ちょっと辛くて口に合わなかったな、口に合わなかったんです、うん、食えたもんじゃない初めてだったんでびっくりして、うん、おばあちゃんショックじゃないといいな、本当だよしゃあない、ラジオネーム中国のツインテール同盟、うん、この方北京の方です。じゃあ弓木店のタイトル、うん、交差点はどうでしょうか、それは久保さんの写真集のタイトル、え、そうなの、はい、あ、なるほど、丸パクリっていうことになります、あ、
チャイニーズジョークってことだ、これ。そうです、絶対。なるほどな。はい、じゃあって言ってるもんな。うん、じゃあってなんですか。じゃあって。しめしめ。私が言わなかったらどうするの。でも、うん、あえてそういうタイトルと曲のタイトルとか、それ先輩の写真集なるとかをいろいろ混ぜて、なって出すのもまあおしゃれっちゃおしゃれかもしれない、うんうん、ね。それで意味を作って、なんとかの交差点のは見上げたなんちゃらは何色だったみたいな、なんか文章になってたりしたら。うん、ちょっとメンバーも背負いつつっていうのは確かにな。なんとか点か。ラジオネームナンセンス前田、弓木なおジャーマン店ですが、ついでにポテサラも作りたいです。いや別にジャーマン、じゃがいもじゃないから別にやんないですけど。ジャーマン物産展みたいなのあるな。いやでも私ホクホクのさジャガイモだし、あんまりその私栽培してるわけじゃないから、そっから始めれば栽培かな。え、めっちゃ時間かかりますよ。じゃあだとしたら道の駅みたいにしちゃえばいいじゃん。あ、でも私のいとこのおばあちゃんが、うん、今なんでだよ、うん、いとこのおばあちゃん、おばあちゃんが、うん、あの山持ってて、山まで持ってて、うん、すごいね。あの竹の子だわ、あれ野菜いっぱい育ててるんですよ。あれ、はい、だからいける、ね、いワンちゃんいけます。おー、だ会場だから東京にしなくてもいいんだよね。だから京都の少し広めの、うんうん、広めに土地が使えるところで、確かにそういう道の駅的なね、うん、ちょだって弓木さんの親戚のお野菜ですったらみんな買いたいじゃん、はい、バーって並べてね、はい、立派な松茸だってあるんじゃない時期によっては。いや山じゃないか、山のふもと土地土地はあるよ、うん、野菜があるんでしょでも、うん、野菜の、はい、言い方悪いか、だから山とか言ったら、だから親戚でね、なんか物を売ってたり作ってたりしてる人たちを販売したら、親戚だって嬉しいし、ファンだって、確かに弓木家周りで売ってるもんとか作ってるもん買えるの嬉しいからね。あとお母さんがまだあるね、ビーズ刺繍やってて、それはやばいよ。なんでいかついね。なんでそれ展示売るの。なんか先生の資格持ってるらしくて、どういうの作るの。なんか鍵編みとかブレスレットとか、ブレスレットとか、なんか願、お母さん強運なんで、うん、願い込まれた思って強運ブレスレット、うん、とか、いいなんかありそうですけどね。そんなのは 今のうちからその通販でできるよ。確かにお母さんそのでき結構、はい、器用なんだね。お洋服とかも鍵編みで作ってたりするの で、でそのパンフレットの上に、うん、弓木奈緒の念入りって念を幸せの念を込めたよって吹き出しに書いてあったら、確かに買ってくれるかな。もちろんいくら設定、あそれか一緒に念を込めましょうとかあるんですか。いやいや込めましょうじゃない、私が込めましたって、私が込めましたでいいんですか、うん、もちろんそれで売りますか。いくらぐらい設定は。へえ、お母さん作って手作りだよ、うん、でその今日の持ち主にさらにアイドル弓木奈緒の念が入ってる。でもなー、この生々しいからな。いやいや全然全然そのしょうがない。え、何円が妥当なんですかね。うん、まあ7、8からぐらいじゃない、うん、1万2000円分かってきたじゃん。強運ブレスレット。嘘嘘、本当嘘ですよ。でも強欲だと思われちゃう。また強欲だよそれは。違いますよ、100個に1個なんかサイン入ってるとかランダムでなんか、うん、そうそうそういうこと、うん、いやさすがね、ラストワンショーとかも。まあ、ちょっと待って、私いやここで私このノリで話してると結構ガチだと思われるんで、うん、なんでだって私が強欲な女。そうだよ、だってなんかその商品を売るっていうのは、まあ、我々だって自分自身をね商品として売ってるんですから。そうですよ、道の駅、道の駅行きたいですね。弓木店、うん、ね、ジャーマンポテト料理、うん、お料理教室、うん、なんでもできるじゃんか、うん、あとフリマ。フリマいかついな。うん、私いらない服いっぱいあるんで。あ、はいはいはい、めっちゃ売れるってそんなの。本当ですか。売れる、本当に着ないんですよ、うん、全然。だからその道の駅とか弓木店でいくら以上その販売所で物を買っていくら以上って決まってて、そこでなんかいくら以上買いましたっていうチケットがもらえて、うん、それは弓木店に
招待されるチケットなの、うん、でそれは後日また別なところで、あ、繋がってるわけです、みんながみんな入れるわけじゃない、ほうほうほう、うん、そこで何円以上買えばもらえる、弓木店に入れる、弓木のそのフリーマーケットに入場できる、まあ、入場できる、それは権利の件だから入場チケットを買える権利、買える権利、そうそうだ、プラーと来て何も買わずにっていうわけにいかない、やっぱり入場券もちゃんとあって、そっか、物産展で物をか何円以内買ったら何円以上買える権利をもらえるわけですか、その入場券を買える権利をもらえる、やばいな、やばいじゃん、めっちゃいい循環してる、なんかお金が、うん、そっか、いや、そういうことだよ、でも、そっか、でもお金の流れ、でもこんなこと言うアイドル嫌いか、いや、そんなことないよ、うん、いいと思うよ、別にそれだって自分のそのもの、例えば親戚が作ったもの、お母さんが作ったものでも何でも、そのファンに喜んでほしいっていう絶対的な根っこがあるから、うん、そうですよ、うん、いや、やりませんけど、それってスタッフさんも雇ったりしなきゃいけないし、その人たちのお給料もだって必要だから、循環で本当にお金を回すっていう作業だよ。でも向いてないかもな、そういう経営者みたいな主催者、うん、そこで我々がさ、我々一つ手助けしようじゃないかと。してくれるんですか？もちろん無料で。何が？あの人件費。人件費？はい、いります。パーセンテージはあるよ、それは取るよ、確かに、そうか、大物だもんな。ぜひお客さん来ると思うけどね、うん、いやー、でもお二人とかやってるんですか、そういうの。やってないよ、そんな、だって写真集とか別にあるわけじゃないし。そっか、ゆみきちゃんやるべきだよ、絶対に、うん、マジで、うん、じゃあもうめちゃくちゃお金入ってくるぜ、まあ、今後、変な話、もう今後だな、うん、私がめっちゃ本当に困ってでそれはだからそのお金はじゃあどうするのかって言ったら別に私がどうのこうのじゃなくて、何かしらの形でゆくゆくはファンの皆さんに還元できる形になるなっていうことじゃん。そうですよね、私の充実が巡り巡ってファンへの還元になるわけじゃんか。だからそのために私はもっともっと自分を磨いて、私が楽しくなれること、私が綺麗になれること、私が元気でいられるためのお金の使い方をして、でもそれってファンの笑顔への還元じゃんか。確かに、そっか、生活の充実ってそうじゃん、うん、うん、なんかこのままだったらやりそうだな、うん、いや、やった方がいいと思う。嘘ですよ、さすがに。来たよ、ラジオネーム三宮和成、弓木奈緒が念じた幸運を呼び込むステッカー2,800円でどうですかと。いや、あ、そっか、2,800円、念じてる写真もちゃんとあって、あー、まあ、ありか、うん、ありだよ、全然あり。でもなんか、この話してるの事務所 OK なのかな。なんだって、それでそうじゃん。なんだってそうだよ。本当ですか？こんな人います？グッズだってあるし。乃木坂メンバーでこんな、いいと思うけど、お金の金額、そんなことじゃない。じゃないよ、もう時代が。独立しちゃう、あそこのあいつとマネージャーと引っ張って。よく見る。仲良しじゃん。はい、だから仲良くさせてもらっちゃう。じゃ結構真面目な人ですよ。一丁どうだいって声かけて、うん、いやでも結構本当に真面目な人なんで、うん、忠誠心はあると思うんですそう、一番大事だから、うん、そういう人あると思うんですよ言ってもいいですか？はい、続いて阿部真央さんでサンバディエルスナウ。言っていいだろう。ラジオネーム、徳川家なし、うん、弓木さんが散歩中に見つけた四つ葉のクローバー2000円でどうですか？いや、見つけられたことないんですね、四つ葉のクローバー、うんうん、でもそんなのさ、うん、レジンとかで固めてさ、三つ葉でもいいと思うよ。本当ですか？喜ぶと思うよ、それは。三つ葉でも、でもう一個は、うん、あなたが探して、うん、渡したのを合作にする。あ、四つ葉は確かに、うん、2000円だったらちょうどいいんだよ。一緒に紡ぐっていうことですか、ね、そういうこと。え、めっちゃいい。そこ、その商品名がともに、うん、うわー、いい、いい、めっちゃいい。めちゃくちゃいいな、うん、どんどん出てきますね。もちろんだよ、そういうのやった方がいいんじゃないですか。やるよ、やるよ、やるよ、もちろん。なんか提供みたいな、うん、そういう、うん、
フューチャリング平子ゆうき、うん、オーガナイザーになるよ、うん、なんかやってほしい平子さんに。なんかやるだやるってパルコでもなんでってさ、うん、プロデュースバイ平子ゆうき、うんうん、やってほしい、うん、やるやる。じゃあ手始めに酒井さんからなんかプロデュースしてほしい。どういうこと私酒井さんを平子さんがプロデュースとか、うん、なんか、うん、あのなんか RP 店じゃんそれ。えそれめっちゃ見たいんですよ私。服装とかもなんか、うん、酒井さんに似合う服装平子さんが考えてみたとか。お互いね、はい、めっちゃパルコでやんの、はい、デート服、はい、お互いが選んだデート服、はい、めっちゃ見たい。誰が来るの。めっちゃ見たい私。誰が来るの。え私めっちゃ見たいんです。私しか来ねえじゃん。じゃあゆびきしか見たえ結構いると思うけどな。うん、みんな知りたいと思うけど。ほらそういうさクローバーとか売れないもん、うん、俺らは。ゆみきちゃんだからこそさ、うん、そういうのって売れるじゃん、うん、でもクローバー売れないにしてもなんかもっとねキャッチーなものとか。例えば何キャッチーな。缶バッジとか、うん、とかなら売れるじゃないですか、うんうんうん、いや俺なんじゃない。ユミキさんの缶バッジめっちゃいい。揃えると何かの絵になるとか文字が文字になるとか。あやっぱ抱き合わせでやった方がいいよ。一個一個独立してるものよりもね、うんうんうん、すごいな。なんかいろいろ出てくるな。なんかカバンにさ、うん、アイドルのドゥワーって並べて、うんうん、ね缶バッジつける人とかいるじゃん、うん、なんかあれにあれ用のあれに特化したバッジをあえてねずらーっと並べると映えるようなものだったり、うん、ワッペンとかって今需要ないですか。いやいいんじゃない。ワッペン好きなんですけど服にそれこそ、うん、そういうファンがライブ行く時とかに服にバーって貼れるようなアイロンとかで貼り付けられるような、うん、いいじゃん。いい。あと私最近あのお魚おろしたくて。お私にお魚おろしを教えられる件とか。ああハンマープライスじゃん昔あったよそういう番組やでも実際そうなんですか。うん、えそれ教えてほしくて。その件昨日タチウオをおろしてみたんですよ。無理無理。え一尾買ってきたの。はい。タチウオ。はい頑張って無理だってあんなで見たんですけど、うん、なんかそぼろみたいになっちゃって。いやそれは難しいけどな。もうなんかえそぼろ。いやすげえわそのチャレンジがまず、うん、焼いたらそぼろみたいになっちゃって、うん、ダメだと思って。火加減じゃないそれは。まあでも、うん、教えたい。有料でもいいから教えたいってファンはいっぱいいるよ、うん、え教えてほしいの、うん、タチウオ。これはだからまあ一人だもんね、うん、単価は高くなるよねどうしたって。あと鮎の塩焼きも食べてみたいので。ああを作れる件。はい弓木さんが食べる鮎の塩焼きを作れる件。だから塩焼き空いてる間おしゃべりできるんです、うん、ああんまり、あんまり私から提案しちゃいけない天然の鮎、はい、天然の鮎手づかみの方がいいっていうからね。そうですね、うんうん、じゃあ手づかみでまずはい、掴んできて掴んで来てもらって、うん、会場まで来てもらって、はい、そのまま、はい、あんまり私から提案しない方がいいですね。いやいやいやそんなことないよ、うん、ファンとして聞いてる自分の展示会だから乗り気じゃんとか思われても、ね、いやいやいやそうなると料金は、うん、まあでも限定1名様だから、うん、プレミアになって28、30 35ぐらい。いやでもそうだよ新種18万使ってる人いるんだぜ。そうだよ。いやこれまれですって。これはこういう人いるって。いやいやそれでゆみきちゃんと会えてお料理できて食べる姿見れて美味しいですをいただけるんだよ。 でも本当に名誉のために一言だけ言わせてもらうと、うん、私マジでお金興味ないのであのファンの人、ね、私にお金使う、ね、私にお金使おうとしても無駄だしょ。無駄ではないけど、うん、無駄だよ、うん、私は。喜んでくれるならでも、うんうん、喜んでくれるのが一番だけど。いや別にほらお金のバッグが嬉しいんじゃなくて、うん、それみんなの反応が嬉しいじゃん。会いたい。これガチ。いやそうわかるよ。だからみんなに元気を分けたいしみんなからももらいたいし、うん、ちょっと、ま、マジでほくそ笑んじゃいけない。あの私マジであれもうほくそ笑んでない。俺らは建造109が来るよ。
はい、言ってますよね。違う。マジで、ま、これマジでこれダメですよ。いや、これね、本当に臆すんじゃいけない。私これお集まりの皆さんね、わかります？こいつね、天然の役だかわかんないですけど、普通こんなの焼いて35万ってあります？ダメダメダメ、混ざれてますよ。違う、私本当に何か帰ってダメダメ、本当にこんなこと言っちゃいけないけど、うん、マジでファンの人好きなんで。いやいや、知ってるよ、だから、うん、知ってるよ、みんな。これね、うん、びっくりすることなんです。ね、思った以上に好きなんです、うん、あなたたちが思ってるより、はい、私はあなたたちのこと好きだからね、はい、そうでしょ、うん、はい、まあ、もちろん、まあ、もちろんだよ。みんなどうせ陰で嫌なこと言ってんだろうって思ってる人もいるかもしれない。でもマジで言ってない。別に思ってない、うん、これね、言っときたい、名誉のために。いや、だって我々だって言われたことないからね。そうですか。別にファンの文句をさ、うん、あ、そう、言ったことない。裏で別に俺ら聞いたこともないし、うんうんうん、なんならありがたいんですよ、うん、爽やかなんですよとか、はい、すげえ褒める、はい、イケメンだし、そう、イケメンなんですよってめっちゃ言うから全員イケメンじゃん、だってイケメンの、マジで、うん、なんかいいじゃんね、清潔感もあるし。いや、そうだからこそ、うん、みんなにもそうやって力もらってる分、うん、こっちからもなんか元気をお渡ししたい、うん、そこにはでも商品、誰かが作ってくれた、うん、発注したっていう流れの中で、うん、どうしてもお金は発生するものだから。まあそうですね。でもそれが発生しないと、そういった商品もファンの手元に届かない。いや、そっか。だからそれは本当に流れ、循環なんだよ。じゃ、気持ちよくこの、もちろんなんか、なんだろうな、だってそれは強制じゃないんだから、欲しい方いらっしゃいますからね、うんうん、そうそう、欲しいって思ってもらえるように頑張らないといけないっていうことですよね、うん、そうだよ。でそれで上がったお金、売り上げは利益どのこのじゃなくて、またみんなにそうやって元気を渡す、あ、ね、少しでもお返しできる自分であるための軍資金だからね、うん、そうですよね。そりゃそうだよ、そういう気持ちでいった方がいいですよ、うんうん、絶対いいと思う、うんうんうん、よしよし。俺らはそのちょっとだけの手助けをするだけ、うん、そっか、うん、もうお心ばかりだ。もちろん、うん、そう、うん、心ばかりのものですが、うんうん、分かりました。じゃあそういう姿勢でいきます、うん、もちろん、はい。ラジオネームツインテール大好き協会会長、はい、魚おろし窓越し4200円、2メートル以内7000円、接近2万。ちょっと待ってよ、嘘でしょ。あ、そっか、これなら一人限定にする必要もないね。待ってよ、分かって、ほら商売分かってる人いるよ、たくさん。本当に生々しい。窓越し、窓越しなんですか。窓越しやばいな。窓越してないの。それの観覧でもいいしね、うん、でこんな賃金もね、もし観覧再開したら、うん、無料で来れちゃうわけですもんね。いや、チケット制にした方がいいのかな。それはやばいっていうのは思ってる。いやいや、マジで、うん、さすがにダメですか。ウォッチングチケット、ウォッチングチケット、ウォッチケ、ウォッチケ。じゃあチケットホルダー必要か。まあ、そういうことだよ、そういうこと分かってきたじゃん。そうです、そうです、分かってきたじゃん。そういうこと、そういうこと。ああ、もう大丈夫。電子決済もできるし、もちろん、うん、もちろん対応しないといけないし、大丈夫かな、うん、大丈夫。真面目なマネージャーさんなのに今日。大丈夫よ。ラジオネーム83代目屋さん、うん、海洋高校出身なので魚のさばき方を教えられます。おお、いくらで教えさせてもらえますか、うん、定期預金に入ってる70万までなら出せますか。やば、それをだから解除して、うん、定期預金って結構大切ですか。いや、まあね、うん、貯めようっていう意思は強いものじゃない、うん、そっか、貯金か、こういう時のための預金だったんじゃない。でもそっか、うん、てかもう投資とかにすれば、こう投資、いろんな方からクラウドファンディング、お金を集めて、はい、ね、そっか、うん、ちょっと増やして返すんで、ちょっと一旦集めさせて。待って、いや、それは厄介だな。でもそれだと、もう投資した人は、うん、クラウドファンディング入れてくれた人は、まあそれは金額に応じてだけど、うん、それこそ弓木の魚をさばく現場を見れる件、うんうん、あとはその教えられる件、そっか、横一緒に食べられる件、それはその
距離感に応じてのねチケットの値段は変わるけど、でもそれやったら失うものでかそうだなっていう。なんでみんな喜ぶのに、うん、その中で不幸になってる人って誰？いないんだよ。不幸になってる人いないんだよ。不思議じゃない？未来なんでよ。未来で誰が、誰の未来が、うん、みんなおもうそう払った人は、うん、あやばいお金がないって思っちゃう時が来ちゃうかもしれないし、その太鼓で元気が得られるわけ、はい、私は私で好感度下がるから未来困るし。下がるかな、はい、賢いなと思うと思う、ね、いやいやいや、ゆきちゃんとこういうとこなんだって、乗るせるようになりましたちょっと分かんない、ブログかなんか知んないけど、あの時教わった技術また向上しました、今日はなんとかの煮付けですみたいなこと、ああ嬉しいなって思うよファンは。いやでもな、リスクが大きいですね本当、何するにしても。うんうん、まあでも最初はみんな皆さんそうやって不安になるんですけども、実際現場踏んでもらって、うん、実お集まりいただいた皆さんの表情を見た時にどっちに転べるか、うん、あみんなこんなに明るく楽しい、本当心から朗らかに楽しんでくれてるんだなって、うん、そう思ってね、すごくね逆に熱がこもっちゃう方がほとんど。幼稚園の先生に言われたんだ、うん、ささやきボイスで優しい言葉言う人に騙されちゃいけない。すげえ幼い時から教えてくれる、はい、はい、続いては、あの夏の曖昧ミーフューチャリングスーパーエイトさんで東京スカパ。違う。さあ生放送でお送りしております沈黙の金曜日、この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲスト、7月17日にメジャーデビューシングル、うん、光り合うをリリースしたシャイトープから佐々木壮さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。注目の3ピースバンド、うん、シャイトープです。はい、3ピース、3ピースですね。これ出身バラバラですけど、はい、うん、どういう出会いなんですか、うん、これはみんな大学が京都なんですよ、うん、京都で、うん、京都でまさか京大、え京大、あ京大ではない。あなんだ言ってよ言ってよ緊張しちゃったじゃん全然全然京大ではないですよ、ね、じゃあタメ口でいい、うん、ドキドキしたな、京大だったら敬語で喋らなきゃ、ダメだよ京大見ちゃうそうですね、京都の大学の部活の仲間だったんですけど、うん、あの軽音楽の、ああさすがに、はい、そうですね、仲間 で、うん、で大学を卒業してから結成しましたね、うん、へえ、シェイトープとしては何年目なんですか。2年とちょっとぐらいですかね。怪物じゃんか、それで。いやいやいや、若東京出てきて、のなのだから、でもそうやっぱり大学の時点で、うん、はい、いけんじゃねって思わないと、うん、卒業して結成しないよね、うん、本格的に。ある程度ね、反響っていうさ基準があって。ああそうですね、うん、その僕自身はもう中学の時からずっと音楽は続けてて、でまあなんかこの自分に才能があるのかどうかちょっと分からずに、まあいろいろ続けてはいたんですけど、うんうんうん、でもなんかその大学卒業する前に、うん、就職決まってたんですけど、もう内定決まってたんですけど、なんかこのまま辞めたらもうずっと後悔が残るなっていうふうに思って、最後にもう一回本気でバンドやってみようっていうことで結成した。なるほどね、シャイトープでしたね。シャイトープなんだ。シャイトープって何？シャイトープっていうのはまずトープっていうのがですね、うん、フランス語でモグラっていう意味なんです。そうなんだ、全然違う。シャイはシャイってシャイ？シャイはシャイですね。モグラはずっと地中に潜ってる、なぜなんだ、恥ずかしがり屋だからさみたいなこと。あー資源だ。違う、なんでしょう、うん、まあ五感っていうのが大きいですよね。シャイトープっていうのが響きがいいみたいなところが大きいですね。恥ずかしい。2023年4月にリリースしたランデム、うん、ストリーミング総再生回数2億回突破しています。2億またビルボードジャパン、ジャパンヒートシーカーズソングス2週連続の首位。もう決定してるんじゃん。じゃあ言ってくださいよなんてこと。壮大ではないけど決定はしてるよって言ってよ
定。確定ですね。すごい。確定。すげえわ。そうね。フェスもなんかだって見たけどすげえ今年もめっちゃ出てるじゃん、うんうん、はい、出させてもらってます。ラッキーフェスからロッキンジャパンとか、はい、だって15都市20本全国ツアー全公演ソールドアウト、はい、すごいな。入れませんと、はい、見たいんだったら聞きたいんだったらお急ぎくださいだね。そうですね、うん、急がなきゃ売れてるよ。ねえ、いやいやいや、先は売れてる。全然です。いやいや売れてる。うん、いやいやいや売れてるよ。いいじゃんバンドマンなんだから。うん、ないやなんかそのも何ですか。もっと、うん、もっともっと高みを目指したいっていう意味で、うん、あ、はいはい、まだ売れてはないなっていう。あ、すごい。どういった性格ですか。そんなざっくりしたあれある。いやだって気になっちゃって。性格。性格。うん、性格。いやでも。いやでもね、向上心があって内気ですか。あ、内気の方ですね。うん、そんな内気の人間がね、ファンにもね少しちょっと照れ屋さんなところあるけども、うん、ステージ上がったらまあ目の色変わるでおなじみですよ。いやそれは魅力的だよね。 そうね、そのギャップなんだからいいですね。かっこいいんだよね。このタイプで見てみ、本当にライブの時どうなっちゃう。同じ佐々木ってなるんだよ。ねえ、まあ今よりはもう全然スイッチ入ってこうわーっとはやりますよね。見てみたいね、それもね。想像つかないですね。アンケートいきますか。はい、アンケート書いてもらってます、はい、いろいろ聞いていきますね。はい、じゃあね、最近一番テンション上がったことなんですか。これが父親の飼っているワンちゃんに会った時、うん、自分の着ていたシャツをビリビリに破られたけれどもそれすら愛おしかった。嘘、嫌じゃん。嫌でしょ。ダメだバカお前って話せってなる。いやもうなんか可愛すぎて、あ、そう、許しちゃうっていうか、もうそれすら愛おしいですよね。本当、どういった形状ですの、あの犬種。あー、ゴールデンですね。あー、でかいじゃん。大きい。そうです、大きいワンちゃんですね。今まで比較的穏やかな、うん、服こそ破くけど穏やかではない。あ、そうですよね。元気なのか。やっぱその久しぶりに会いに行った時とかは、うん、その興奮してすごいこう噛みついてきたりするんで、うんうん、結構やんちゃではありますね。これワイシャツ？ T シャツ？これはワイシャツをビリビリに、結構いくね。でもそれはそれでかっけえから来てるでしょ。あー、なんかその次のライブで着ようかなとか思います。ほら、嘘でしょ。ズリーぜ、ダメージ加工的な。ねえ、そうでしょ。いやいや、さすがに。いやいや、あるんだよ。だって意味合いがあるもん。かわいい、そのね、お父さんの犬に破かれてっていう。なんていう名前なんですか。ディランっていう名前で。ディラン、あの、親父がボブ・ディランが好きで、うん、そのワンちゃんの目が初めて見た時にボブ・ディランの目に似てるかっていうので、うん、でディラン、ネーミングセンス、うん、そうなんです、すごい、うん、ディラン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 、じゃあお父さんの影響もあってんね、その音楽っていうのは。小さい頃から父親の影響はすごいありますね。はい、父ちゃんもやって、楽器やってた。親父もギターを、あー、はい、弾いてます。すごいね、やっぱ。じゃあ、物心ついたら、ギターってもんが身近にあって。そうです。ちょっと、悪ふざけだじゃん。ちょんちょん鳴らしてみたり。ちょんちょん鳴らしてみたりですね。あと音が鳴るね、変な音鳴るなーで。うん、そうですね。憧れちゃう。え、お父さんライブ来たことあるんですか。親父は何回か、なんか言うね、仲いいですね、うん、なんか言われたりする、ライブの感想とか、まあ、そう、あそこさとかさ。あー、まあ親父はやっぱまあ基本的には褒めてくれるんですけど、うん、なんかまあそのやっぱ親バカなとこももちろんあったりはするので、なんかお前はその他の人とは違う何か持ってるよとかっていうのをいつも言ってくれる、うんうんうん、親父さん、それも、もうちょっとね、犬のしつけをしてほしい。確かに、ディランの。じゃあね、続いて、うん、最近恥ずかしかったことありますか。これ恥ずかしいな、なんだこれ、やだな。初めてピックをライブ中に投げたらあんまり飛ばなかった。これ恥ずかしいね。確かに届かなかった、お客さんに。あの2回ぐらい投げたんですよね、うんうんうん、でその1回目が結構近くで落ちちゃって全然飛ばなかった。ヒラヒラっていう。そうです、ヒラヒラヒラって。先輩方シューってやってるけどあれ難しいんだみたいなね。そうなんです、あれ意外と難しくて。そんな日常茶飯事なんですか、ピック投げることがですか。いや、なんて言うんでしょう、あの自分は
その本当最近あ、うんうんうん、あの言ったらシャイトープの特注の曲を作ったんです。あ、じゃあファンにあげる理由もねあるし。そうなんですよ。だからちょっと投げたいなと思って、うん、その初めてやってみたら落ちちゃったっていう、うん、普通に上投げとかでやっちゃったんじゃないの。いやもうちゃんとピッてやったフリスビーみたいにピッて、あもうフリスビーみたいにシュッてやったら、うん、なんかヒラ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 ってなっちゃったんですね。あれは飛んでほしいよね。飛んでほしい。シュルシュルシュルって。そうですね。ちょっとだから練習してから次は挑みたいな。俺も冷めるから、すげえ練習したな、いつも。確かに。めっちゃ上手くなってんなって。ピックは投げたいな、夢としてあるな。ああ、そうですか。なんかあれはかっこいい。曲終わった後、デーンってピシュって。やべ、アンコールあるんだとか、なんないでも。あと曲あったわ。確かに。この前はでもあの曲中とか投げてた。あもうスペアがあるから。そうです、スペアがあるからもう、あの何枚か挟むのかっこいいよね、ピックを。あーですよね、あのマイクのとこスタンドとか、はいはい、あれかっけんだよ。あれが折れちゃうんですか、なんかこうピックですか。ピック、うん、ライブ中に折れることっていうのはまずないんです、うん、もうノリで投げちゃうってことじゃん。もうそうですね、テンションというか、ライブ感でもう投げるっていう。ピック以外投げちゃいけないですか。ああ、な、基本的にはまあ良くない、ね、ドラムのスティック投げる人もいるよね。最後、ね、ドラムのスティックファンにあげるっていう、意外とそれ近場の人かな。ああ、ポーンって投げる結構。でも本当外国のバンドとか後ろからバーンって投げたり。ハマったもんじゃないですね、うん、あとはもう T シャツとかもね脱いでバーッと上げる人もいるよ。あいますね、帽子でもなんでも。そうなんだ。うん、海外の人の方が何でも上げちゃうかもね。海外の人すごい投げますよね。ちげもないんだ。投げるし上げちゃうし、あ、うん、あお前暑いじゃん、暑そうじゃんつって上げて一緒に歌ったりとかね、そういうパフォーマンス取り入れた方がいいよ乃木坂、そろそろ、うん、あそっか、ね、前列の男ね、なんか男の人に「暑そうじゃん上がっておいで、ああカモンカモン上がってこいよ」。いやそれさすがに次何とかの曲だけど一緒に歌える、うん、ってあいや、和やかすぎますそれ。すごいな、すごいね、これは憧れるな俺も。うん、じゃあね、そんな佐々木ちゃんハマっているもの、うん、これよくわかんない。豆乳とパック、はい、何パック、美容、これちょっとそうです、あ美容の方ね、フェイスパック、あ、はい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 、はい、綺麗だもん、ツヤツヤめっちゃ綺麗。いやいやいや、まあ、乃木坂みたいマジで、乃木坂みたい、白くてツヤツヤしてる、息つかないな、息つかないね。えすいません、豆乳は味ではなく健康として、はい、その内側からの綺麗になりたいっていう。いやどっちかというと味なんです。俺豆乳ダメ味。あ本当ですか。あのそれこそすごい小さい時に親に買ってもらってたんですよ、豆乳を、でめちゃめちゃ飲んでて、でそっから飽きちゃってちょっと空いたんですけど、最近なんかちょっと買ってみるかで飲んでみたら美味しかったんですよね。あ、そう、それでハマりましたね。豆乳トレーニングだ。豆乳は豆腐とかうまいんだけどな、豆乳だけはなんかちょっと癖だ。結構気を使ってますか、お肌とか。最近は結構、ね、お風呂上がりに。そうです、お風呂上がりに。今いっぱいあるもんね。そうなんですよ、いいやつ、いろんな種類がねあるんですよ。パックって一回やると、あこんな違うんだってね、結構分かりますよね。逆にやらないと気持ち悪くなっちゃうっていう人もいるぐらいね。あ続けてたら、そう、ルーティーンとして、ね、うーん、どんなの使ってるんですか。羨ましい。僕は今はあの鹿、パックってなんか鹿系の、鹿なんかありますよね。CIKA みたいな。なんかのビタミンとか、そういう中いっぱい入ってるみたいなやつ。ですね。あれを今夏なんで、今も夏なんでスーッとするんですよね。焼けてないね。本当真っ白。いや、まあ日焼け止めをすごいこう。気にしてるんだね。一応そうですね。辛いね。私でさえも塗らないときあんまりめっちゃ。そうね。恥ずかしい。なかなかね、もうね、いいや寝ちまおうとか、うん、ズボラで パックしたまま寝ちゃったとかもね。パックな。見習おう。俺もしなきゃな、パック。うん、いやそのいやその奥さんはいつもしてるから、その余り汁だけ顔に塗られたりする。可愛い。すんげえネチネチしてるから。微笑ましい。じゃあね、一、うん、曲聞いていただいて、はい、その後またアンケート続き伺いたいと思います。はい、じゃあ曲紹介お願いしていいですか。はい。
それでは聞いてください。シャイトープで光り合う。アンケート続いて後半戦でございます、うん、はい、前半までね、いろいろあのお答えいただいてましたけども、うん、おそらくアンケートこの辺で疲れたんだろうなっていう続いてのお答えでございます。エネルギー、我々におすすめしたいもの何でも構いません、うん、ノンジャンルベスト3教えてください、うん、カレー、お寿司、ラーメン。もう飽きて、飽きてんじゃん、もう。いやいやいや、これはアンケート警察ですよ。うん、いや、すいません、飽きたんじゃないんですけど、うん、なんかおすすめしたいものっていうのがなかなかベスト3見つかんなくて。いやいや、確かにね。難しいね。俺ら知ってっから、食ってっから、カレーも寿司もラーメンも。ジャンルカレーのこれが好きとかじゃなくて。そうですね、食べ物としておすすめしたいなっていう、うん、カレーはそのほら母ちゃんのカレーとか、あとはね、うん、あのお店行って外行って外食も多い。あ、それこそカレーはその実家のやつがまあ一番好きなんですけど、まあまあね、そうなんですけど、でもココイチのカレーがすごい好きです ね、まあ、ね、豚しゃぶカレ ー、 あー、はいはいはい、間違いないもんね、です、うん、寿司は回んない、もうもう回んない、回ります、本当に、全然回ります、ずっと。いやいや、あの、なんていうんですか、一人で食べに行くときはめっちゃ回りますね、うん、逆に、そう、あの一人で食べに行くときは回って、うん、で、あの、それこそあの、まあ、事務所の社長というか、はい、あ、まあ、マネージャーもやってくれてるんですけど、その人と行くときはたまに回らないとこに連れてってもらう、うん、あ、社長っぽいな、社長っぽい、すぐ分かったわ、社長。めっちゃ分かりました、ね、あの社長めっちゃうまい寿司は知ってそう、知ってそう、知ってそうな大人っているもんね、うん、遊びも知ってそうなんだよ ね、うん、ね、そうですね、社長がイケイケですもんね。ラーメンは、ラーメン、ね、何系の、そのね、豚骨とか塩とか、うん、あー、ラーメンに関してはどっちかっていうと自分はあっさりしたやつが好きです、ね、あー、はいはい、最近なんかつけ麺とかだけど昆布水のやつとか、あ、いろいろね、昆布、昆布水にこう つけ込んでる感じのつけ麺とかいろいろあるけど、全然知らない、知らないじゃん。おすすめ、何におすすめするんだよ、あっさりつって全然ない、趣味とか、塩とか薄めの醤油とか、え、趣味とかないんですかね、普段お休みの人も、うん、あ、趣味、うん、映画見たりとか、あ、映画、映画でおすすめのとかなんかあったじゃん、あ、確かになんかそうかね、あります、うん、なんかおすすめ、これはちょっと、はい、衝撃受けたらラーメンじゃねえや、映画とか映画で言うと、うん、あの、僕、そのジョン・カーニー監督っていう監督がいるんですけど、はい、あ、よさげですよ、我々は分かんないところに入ってきましたよそのジョン・カーニー監督っていうのは音楽映画をたくさん作ってる監督で、そのシング・ストリートっていう映画だったりとか、うん、昔のやつ、いや、そんな昔じゃないですね、その始まりの歌っていう映画だったり、ああ、始まりの歌、はいはいはい、はい、あ、ご存知ですか、うんうん、そういう映画を作られてる監督なんですけど、それの監督の映画はすごい好きで、それ書けばいいんじゃないですか、うん、もう結構分かってないから、あ、そっち、そっちでしょ、ね、カレーもココイチだし、寿司屋もそのジョン・カーニー監督のとか書いたらそれっぽいじゃん、うんうんうん、確かに、確かに、そっか、でもミュージシャンだと、うん、ああいう音楽で、はい、何でもそうだけどちょっと成り上がっていくとか、うん、系の映画多いじゃないですか、はい、ありますね、楽しいよね絶対、うん、なんかちょっとどこか自分を投影して見ることができるっていうので、うん、コメディアンって意外とそんなないからね、あってもジョーカーとか、あー、滑ってブチ切れちったみたいな、うん、あー、確かにそんな多くはないんですかね、うん、芸人さんコメディアンがっていうのはあんまないかも、うん、言ったらエイトマイルだってね、そういう、そうですね、ね、うん、じゃあこれ最後ですかね、うん、今年の夏何かやりたいこと、お忙しい中でね、うん、なんかそんでも楽しみにしてることございますか、うん、これがね、メンバーとビアガーデン、うーん、仲良し、行ったことはない、まだないんですよ、だビアガーデン自体がそんな今多くないかもしれないね、昔ほど、うーん、ですね、ビルの上でっていうのが暑いからか、あ、そうだね、あまりにも暑いと屋外でっていうのもしんどいだろうけど、うん、でもなんかね、憧れあるね、うん、ですね、もう僕自身が行ったことないんですよね、行った記憶がなくて、ビアガーデンってものに、うん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 、だからシンプルに気になるっていうのあります、私も気になるな、あの8匹来てね、店員さん8匹来て、はい、まあ、昔の昭和のイメージだけど、なんか万国旗みたいのが上にわーって連なってて、うーん、
人によってなんか店員さんでローラースケート履いてるような人が、なんか昭和のね、昭和のイメージだけどね、ビルの上でアトラクションみたい。そうだからそれ憧れてるの。俺もだからそうビルの上でのそういう昔のビアガーデンは行ったことないから。社長さんとかね知ってそうじゃないですか。その時代 VV だよ。そういう大変な時代だよ。その時代 VV 休んでたよ、うん、知ってそうだよ。知り合いの演歌歌手がいっぱいいるよ。連れてってもらえばそうくんね。そうですね、うん、確かにちょっと教えてもらいます、ね、楽しそうだねこれね、うん。さあじゃあここからは7月17日リリースされたメジャーデビューシングル光り合うについてお話を伺っていきます。どんな作品になりましたかこちらは。この楽曲はですね、今を生きる若者に向けて書いた楽曲になってて、うん、あの若者の時ってすごくこう孤独を感じやすかったりとか、うん、感情がすごい揺さぶられて、うん、悩んだりすることが多いと思うんですけど、うんうん、なんかそういう人がこの楽曲を聴いて少しでも心が軽くなってくれたら嬉しいなっていう気持ちで書いてますね。歌詞がめちゃくちゃ綺麗っていうか、うん、スーって心に入りますね。パンチがなったなんか、うん、でも序盤からもうどこ、うん、生きる理由というよりも死ねない理由を探すって、うんうん、そんな僕だったらそんな僕を君は照らしていたと。照らしてくれたの、うん、そうよね、光り合うですね、うん、だからね、うん、ジャケットいいなこれ。今ねちょっといただいたんだけど、ジャケットいいわですよね。すげえいいこのジャケット、うん、ありがとうございます。でシャイトープが上にね、はい、ちょこんと乗ってて、はい、縦に乗ってて、うん、すごい象徴的ですよね。本当だ、いい写真だなこれ。これ撮ったんですか、うん、これは、うん、その光の部分あるじゃないですか、うん、そこ、うんとあの周りの部分は別で撮るほど、うんそうなんだ、すげえすごい、俺これポスターだったら全然家貼れるもん、うん、あ本当ですか。引き伸ばしたら、うん、嬉しい。かっこいいじゃん。後ろもいいんだよね。めっちゃいいです、うん、海きらめく水面ですよね、うんうん、これいいな。これだからさ情報としては少ないでしょ、うん、文字の情報としては、うんそうですね、誰のどんな曲で何がなのかっていうところだから、うん、開いて聞いてみねえとっていう、うん、ね、うん、奥行きがあるジャケットになってるから、はい、うん、かっけえね。かっこいい、これかっこいい、ありがとうございます。これはアートワークですよ、うん、会いたいこれ作った人と喋りたい誰作ったんですか。エレーフでしょ作った、うん、まあなんかその社長残んない。いや、なんて言うんでしょうね。先輩言ったらメジャーデビューなんで、あの、うん、レーベルの方とか、そこの、あの、まあ、言ったら、つながりのある方とか、はい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 、といろんな人とこう話しながら、みたいなところで、はい。みんなで。これはいいわ、かっこいいわ。すごい。これカップリングの曲はスキン。はい、うん、スキンって。どんな作品なんでしょうか、こちら。このスキンっていう楽曲は、うん、あの初めての書き下ろしの楽曲で、うん、それこそフェイスパックの、うん、あのタイアップの楽曲になってまして、はいはいはい、これはあのなんだろう伝えたいことっていうのが、うんあのまあ、長年連れ添った夫婦だったりとか、うん、長く付き合ったこうカップルだったりとかいたとして、うん、でそのやっぱ慣れてきちゃうじゃないですか、うん、ずっと一緒にいると、うんうんでなんかそのそうなんだけど、うん、でもあの身近にあるこうありふれている幸せに気づいてほしいというか、うん、そこに気づけることによって、うん、ここからの人生というのはもっと豊かになっていくんじゃないの、うん、っていうことを投げかけたいというか、うん、目の前にありすぎてね、うん、日常になっちゃってるものもそうです ね、 ね、うんうん、そういう楽曲ですかね、スキンっていうタイトル、めっちゃいいですね、うんうんうん、ありがとうございます。これミュージックビデオもあるんですか。光り合う、光り合うはミュージックビデオあります、うん、どんな仕上がりでしょうか。これがすごくて、うん、メジャーデビューってすごいなと思った。違うやっぱ、いや、なんていうんですか、ドローンとか飛んじゃって、うん、あれ飛ばしちゃってそうなんです、飛んじゃうの、あら見たい、うん、結構じゃ あ、はい、大人も絡んで、大人たくさんでしたね。あらららら、これかっけえ、こういう感じか、ご自身かっこいいね、もうはずい、難しいです。まがまがと見られるとまじまじか、うん、ああでも光が効果的だね。そうなんですよ、陰影がすごく、ね、
上手に表現されてて、これ現場ではね映像見ないと分かんない部分もあったでしょ。これどう映ってるのかな、ですね、あいい場所、そうなんです、すごい俳優さんみたいです ね、うん、ね、絵になるね、すごい、ありがとうございます。ああ売れるわ、わドローン分かるもん、これはこの後にこの後ちょっと見たいね、空撮ドローン飛びますね、ドローン飛ぶかな、飛べるかな、かっけえね、なんか飛ぶかな、もうちょいでね、飛ぶんです、全然飛ばないじゃん、全然飛ばないな、そろそろ飛びます、待ってんだけどね、あ、こことか、あこれはあすごい、あこういうことか、すげえ、なんだすごい、この光もどうめっちゃいいね、すごいかっこいい、にじませ方上手だな、ここだ、あすげえ、なにこれすごい、どこアリゾナじゃん、すごいどこなのこれこれは木更津のどこ、やっぱ千葉なんだね、みんな千葉だ、マジでアリゾナみたいだと今そうですね、すごい木更津なのこれ、木更津で撮って、いい道路今のもですよね、光の感じがすごい、とそのロケ場所多くない、確かに大変でしょこれ、いろいろ行きましたね、これだからこんなにいるって思ってこんな編集になるって分かんないもんね、分かんないですね、上がってきたらおお、そういうことですかってね、そうですね、かっこいいな、うん、ブレブレオーラ半端じゃないじゃん、何これやっぱりこのおしゃべりしてる姿と想像つかないですね、いやこれね、このギャップがね、あそうですよね、まあ、演奏中はやっぱこうスイッチが入るというか、ライブ行った人特別感ですね、特別感ですよ、素晴らしい、これはシャイトオープで検索すれば見れますか、そうですね、 YouTube で検索していただいて、ぜひ検索してみてください、はい、さあということでいろいろとお話聞いてきましたが、そろそろお別れの時間です、今後の予定など聞かせてください、はい、まずですねメジャーデビューシングル光合うが絶賛 CD 発売中&配信中でございますので、ぜひお手に取って聞いていただけると嬉しいです、そして9月からは全国ツアーがスタートします、9月5日の神戸チキンジョージ、これ初日ですね、から11月3日は甲府行きます、甲府クリーム、はい、甲府コンビクションというところでやらせてもらいます、でファイナルは11月7日の KT ゼップ横浜で、あらゼップもあんのかい、横浜、はい、シャイトップすごい、はい、やらせてもらうので、詳しくはホームページ SNS をチェックしていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします、お願いします、また遊びに来てください。ぜひぜひ待ってますね。他のメンバーもね気になるしな。はい。なんだっけ、高とまもいるし、福永もいるし、福永正樹と高とみんなでぜひ遊びに来てください。はい、待ってます。お願いします。さあそれではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい。それでは聴いてください。シャイトアップでスキン。ラジオネームシュンシュンシュンタン大冒険。弓木直を育てた京都の水1500円でどうですか、つまり琵琶湖の水っていうことですか、うん、琵琶湖の水ですよね、京都って多分、琵琶湖水、琵琶湖幸せ水ね、ありそうだな、もうすでに、じゃあ今作業を行ってるんで、何の作業今あの台本探してるんですよ、最後の曲を ね、 これちゃんと言わなきゃいけないか、さっき間違えちゃったからすいません、ラジオネーム群馬のダム、ゆみきさん時代はクラファンですよ、クラファン、金額によってリターンを考え、あリターンを変えて、魚さばき見学50万、魚食べられる権利100万、あーんしてもらえる権利600万、これでいきましょう、僕はお金がないので小学コース3000円の魚の骨をもらえるリターンでお願いします、売ります、物もそうだけどやっぱ価値も売れる時代ですから、本当ですか、そ
そんな無形のものクラウドファンディングって何でも OK なんですか。いやある程度あのラインはあるだろうけど、うん、その枠組みの中だったら、もう難しいな。でもなんかいらなければ売れないだけで、うん、欲しいそんだけの対価を求めたいっていう人もいれば売れるっていうだけでね。だって無理に売るもんじゃないんだから、うん、なんかお金の話もういいかも。それしか来ないんだもんだって、うん、なおちゃんの名言カレンダー4000円とか。いやいや、ま、困ってるわけじゃないんでね私まだ。いやそれだ運営費だよ。あなた個人的に入るものじゃなくて、うん、そのイベントの運営費全体の運営だからね。そっか、展示会だってなんだってそうだよね。今後の行く末ってことですもんね。もちろん卒業後の、うん、卒業後っていうか、まあ、現役中にだっていいし。みんなそれだよ。でも私無一文になってもあのコーヒーショップのカードがあるから。そっか、はい、1000円とかのやついっぱい もらったことあるから、うん、それでしのごうかな。コーヒーで、はい、思ったんですけど。それでいいや。はい、だからあんまりね、心配しないで、うん、はい、大丈夫ね。はい、うん、なんかいやもうなくなったんだよなみたいな顔しないでください。お金の話もうめっちゃ喋ることないんだよな。もうないじゃん。じゃあないないな。いやありますよ。なんかいっぱいなんか台本とかにも書いてくれてましたし。嘘、台本なんて読んだことないじゃん。だってなんかね書いちゃった、ね、ストリーミングどこだっけ。テストの台本だろう。どこだっけ。もういいよいいよ。あ、高校野球が急すぎるだろう。ダメ。京都は京都知ってる。いや何だろう。じゃあいいじゃん。じゃあ高校野球わかんないけどな。ね、あでもあれ言ってくださってた落合さん、うん、会えたらしいですね選手に。あよく知ってんじゃん。はい、それは見ました。ボクサーのね、はい、セオン君。フランスの話ね。はい、うん、会えたっていうの渡せてたかどうかちょっと俺は確認してないけど、はい、うん、もしかしたらユミキちゃんのね、落合さん次第。落合さん次第、うん、いろいろ頑張ってるからな。うん、分かんないで。もうメールがもうそこつきそうだもん。やばい、やっぱお金の話しかないですか。お金の話か、うん、うん、そうだな。ラジオネーム絢爛豪華略者やか。未来なんて気にしないよ。推しは推せる時に推せ、これだけを胸に生きてるんだから、とかしかないから読まなかったの。待って、それだけですか。え、あ、結構あの文後なんかつながるわけでもなく。いやでもそういう気持ちだよファンの人は。みんなそっか、押させてください。うんうん、うん、そしてその押すその機会、うん、押せる機会、うん、具体的に押せるそういうイベントでも何でもさ、ライブでも、うん、そういう機会が多ければ多いほど嬉しいじゃない。でも本当にそう思います。なんか会うのこれが最後かもしれないと思って やることと全然違います、うん、この何回でも会えるしと思ってやること。そりゃそうだよ。私はもう最後だしって思いながら、うん、こう日々 やっていかないとなって。いや卒業しませんけど、うんうんうん、ね、ちゃんと一回一回を最後だって思って、うん、そうだよ、うん、やれないと。だからそういうイベントごとが増える分には、うん、みんな喜ぶじゃない、うん、まあそう考えたらそうですね。そうだよ、対面とか、うん、ようやくできるようになって、うんうん、嬉しいし、できることも増えたしね、うん、そうだ、うんうん、リアルミーグルとか、うんうん、そう今だったら、うん、3枚おろし販売券。ああ、まただ。そう、ほんと3枚おろしできるようになりたくて。3枚おろしのラブソング。うん。できるようになりたくて。タチオから行かないって。アジ、イワシだって普通は。まず、まずアジですか。タチオ。あんな投げるやつどうやねえよ。逆に内臓取りやすいんですよ、タチオ。逆、なん、誰の逆アジとかから見て。逆に、うん。なんかあの、なんだっけ。あれ、アジだ。うん。アジってこうプッシュプッシュして何
ポンプフューリーかなんかの話です結構やんないといけないんですよ。それがそんなことないって。いやいや書いてあったんですよ。プッシュプッシュして。何しに書いてあったプッシュプッシュって。いやなんかね、あの言っちゃ悪いですけど、うん、ふん、あプッシュなんだそれって、を出さないといけないみたいな、うん、それね私にはほど遠いって。タチオだってあるんだよね。 その工程をタチオ残ったんですよね。まあ、内臓で一気に取れちゃうとかね、形状があるのかな。シャーってやったら、うん、ちっち、あの、おちち、ちも出て、あの、おちち、おちちは出ないだろう。ちです。あの、ち。ちね、うん。はい、もう出て、うん、なんか結構簡単だったんですけど、うん、そっからが難しくて。ああ、ちょっとほぐれちゃうからね。はい、うん。細いから。煮崩れもね、起こしちゃうし、うん、角度を間違えたらね。これ難しかったですね。うん、やったことありますか、おろし。僕はない。ない。もうアジイワシぐらいだとあるよ。でもうまく俺はできないけどね。おろしじゃないな。まあ分かるけど、うん、出刃包丁みたいな持ってんの。持ってないですね。普通の家の包丁。フルーツ包丁フルーツ包丁じゃフルーツじゃねえじゃん。だって無理か。タチウオは似て非なるものかなって。分かんないけどね、うん、漁師さんの中で海のフルーツって呼ばれてるとかあるのかもしれないけど、うん、ちっちゃいから動きやすいかなって思っちゃったんですけど、でもキッチンバサミだけで下ろせるとかないんですかね。キッチンバサミで下ろ、じゃあみんなキッチンバサミで下ろしてるはずじゃん。すがないか。でも専用のね包丁あるぐらいだから、うん、骨あたりとかね煮崩れしづらいとかあるんじゃないの。下ろせるようになりたいな。フルーツのやつのわけがない、うん、キウイ切るようにしかできてないやつが。そっか、バーベキューとかでね。おろすことあるんですか。タチウオ、うん、バーベキューで、はい、タチウオ焼くの。塩焼きで。バーベキューに行った時のイメージと違くない。タチウオの塩焼きだってよって。そっか、なんかみんなで行った時に、うん、タチウオ持ってきたよって。誰が。私が。それでおろしたらかっこよくないですか。いや肉とか食いてんじゃねえのかな多分。そっか、バーベキューって言われたら。そっちか。バーベキューしたい。もうちょっと刺身とかね。うん。やりたいな。ホンビノス貝とか。え？ホンビノス貝。ホンビノス貝な。何それ？食べてみたい。魚？うん。貝？なんですけど食べたことなくて。うちアイエチだから。関係ねえ。うん。うまいよねでも。やりたい。タチウオとホンビノス貝ってバーベキューやんの、うん、やりたいです。だからちょっと印象違うんだよなやりたいな。ラジオネームアゲイモファースト。ひみきさん、甲子園のサイレンはどんな音か分かりますか。いやこれね下手にぶれるとね、うん、高校生怒っちゃうから、ね、怒んないよ。サイレンだよ、聞き覚えはない。うん、できそう。ああちょっと違う。どれですか。うではないかな。あですか。やってごらん。いやってごらん好きな。おなんで下がんの高いですかもっと。いや上がるじゃんサイレンの。ああちょっとはしたないか。はしたなくはないよ。はしたないか。さすがに。お、え、ほら間違えちゃえ。ねえ、びっくりした。珍しいよ。珍しいよ本当に。終わんないかなってことだよ佐々木さん。嘘でしょ。願望ってこと。まあ、嘘でしょ。天気。ラジオネーム。うん。絢爛豪華略してあやか。推しは推せるときに推せを守った結果、うん、北海道のど田舎に住んでいるのに毎回ライブ行ってるから月に3回ぐらい飛行機乗ってるんだぞ、こっちは。こっちは怒ってる。怒ってるよね、いつも。あ、多分私知ってる人だと思うんですけど、まあ、いつもありがとうございますって思ってますよ月3回だって。月3回すごいよ。エアドゥだ、エアドゥ。すごい、月3回はもう仕事。本当だよ。うん、すげえな。飛行機楽しいけど、私今年夏もう飛行機乗りすぎちゃって、うん、夏休み旅行行こうかななんて思ってたんですけど海外、うん、ちょっと行くのやめました。もう飛行機乗ったら行ったつもりになっちゃった。はい、
シンガポールに香港に。ああ、写真集で？いや、あのライブと MV の撮影と、はいはい、あとはあの地方も行ったので、うん、めちゃくちゃ飛行機乗ってて。そうか、じゃあいいね。お尻が限界なんですもん。結構。私ね結構人並みに薄いんですよ、うん、人並みにケツが、はい、ケツがお尻の皮、うん、あ肉厚がないってこと、ね、はい痛くなっちゃう痛くなっちゃうんですよクッション引きゃいいじゃん自分でありますかあるよお尻に引くそれ長時間なんかに座ったり乗ったりするようなクッションあるよそうなんだ私知らなかったからな、うん、楽なんじゃないだいぶ、うん、首のねネックピローとローあとケツのやつとうんいいことします地持ちの人は丸い穴開いてるやつとかああだからかまあでは限らないけど、うん、ああいうクッション結構みんな座ってるじゃんそっか、うん、それ用なんだそううん。ラジオネームミートカーサラ広めみきさん、はい、甲子園で審判が最初にどんな声をかけるんでしたっけえ一番最初うん何だろう気をつけその後は？で？で？お願いします。うん。いや、そのまあまあ始まる前ね、本当に試合がその発声で試合開始の合図があるんですよ。うん、試合前にね、まあここで礼とかやるけど。さあ行こう。それはキャプテンじゃない？なんかありましたなかったですっけ？なんだろう。何系ですか？英語だね。英語？うん。ワン。何だ？ないですよ、ね。英語？全く分からない。何系ですか？最初の頭文字だけ教えてね。はい、P。P？ うん。ポイント。ポイント。ピン。あピンキ。ピンコ。ピンキ。ピンコなわけないか。ピンコ。さあ始まりました。さすがにないか。え、なんと。難しいな。P？ 読む。え、P って読みます？プーだね。プか。プロモーション。プロモーション。さあ緊張感あります。準決勝。プッシュ。プッシュ。野球が始まるんだよ。Put down. Put down. Play. Play okay? Play okay. Play okay? No. Don't touch me, please. 始まらない。始まらないじゃないですか。このラジオでもまさかまさかのワンビさんが。ちょっとわかんないな。なんだこれ。ゆみきさん、ジャズ甲子園のサイレン行けますか？何それ。うんあるんですか？わかんない。あるんじゃない？言ってジャズ甲子園っていうのがまずあるんですか？いやある。わかんない。あるんじゃない？あんのあるんじゃない？うん。わかんない。サイレンもあるんですか？うん。いやもういやいや結構あったとしたらでも。いや待って野球のサイレンで地獄見たんですけど私一回。でもう一回見ろってことじゃん。いやいやなんでなんで。いやいや。じゃあ一緒にやります？セッションで。左じゃんもう目に。一人じゃやだいけないいけない一人じゃ三人でならいいいいよじゃあ俺ら後から入るわほんと絶対入るよ いつもいつもいやジャズだもん、ね、私だけ前のめりにしてファッションで入るジャムロジャムロ本当ですか、ね、いいよ、うん、じゃあ先行お願いします、はい、え待って高音ですか低音いやそれ自分の好き好き、ね、ジャズ、うん、サイレンですよねうんおおおろおおそんな実家の近くのフクロウみたいな鳩みたいなやついるけどだろうなそこまでじゃ分かんないもうちょっと長くしないと俺はもう入れないそっかでサイレンがもう分かんなくなってきちゃったおお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 おね、入ってきてって言うどうやってだよ、入ってよどうやってだよ無理こんな発情期のボロボみたいなやつ入ってきてもうそれまた恥ずかしめ受けた最悪だめっちゃメス呼んでるじゃん最悪
ボノボ。最悪。ラジオの逆マッチョ。ゆみきさん、三枚おろしと六甲おろしの違いわかりますか？あ、なんだっけ、六甲おろしって。三枚おろしはあのアジのやつですよ。うん、わ、六甲おろしなんだっけ。うん、どえらい、あ、間違えた。ど忘れした。あら、本当？ね、何をおろしたのかね、じゃあ。あの、土壌すくい系ですか？違う。その系統で聞くね。違う、うん、なんだっけ、なんかおろしてるね、でもね。おろす、何を、何、なんかを6枚におろしてんのかな。6枚 ?6 個おろし、6個おろし、うん、6個おろし、うん、六甲おろし、なんか言うんだよ。だってもう分かんないんだもん。もうおかしくない、もう分かんない、見てよもう。結局何ですか、次行くよ、行っていいのよ、こんなの。なんで教えてくんない、ラジオでも。加藤、加藤、こんなのか。ヘビメタ選抜野球のサイレンありますか？ねえ、ない、絶対ないじゃん。マジでこいつら、私デスボイスできないもん。ああ、デスボイス系なんだ。ヘビマってた、そうですよね。よこんなの。溺れた。それバッとやってさ。無理無理。天気行こう、これバッとやって。え、マジで。頼む頼む。ボイスできないですもん。もうやだ。何でしたっけ、ヘビメタ選抜野球。レッツゴーマンザレボー最悪。ああ、もう最悪だ。ありえない、もう最悪だ。関東甲信地方の明日のお天気です。明日の関東甲信地方は午前中は晴れ間がありますが、午後は湿った空気の影響で雲が増えていきそうです。山沿いの一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。雷雨があるでしょう。山梨では日中いっぱいは広い範囲で晴れそうです。明日の午前の降水確率は東京 20%、 山梨 10%、 明日午後の降水確率は東京 30%、 山梨中西部 10%、 東部富士五湖 30%。 明日朝の予想最低気温は明日朝の予想最低気温は東京26度、甲府26度、河口湖21度となっています。明日の予想最高気温は東京34度、甲府38度、河口湖32度となっています。肩壊した、いや、びっくりしました。何が、いや、なんかこんなに地獄ってあるんだなって、うん、誰も助けてくれない。本当だよな、もう2人、俺らも一緒に落ちてたんだね。一緒に落ちてない、落ちてる、私だけ見て、あの、落ちてたのをずっと上から真顔で見下ろして最悪な人間だ。ラジオネームニートカーツラヒロメ、うん、ゆみきさん、ねえ、待って、言わないすぐ言わないで。いや、俺わかんない、演歌甲子園のサイレンはどんな感じですか、ねえ、あんま、なんかこんなになってる、もう無理無理、絶対無理、私もう、もうやめた。ヘビメタルもうやめたもん。演歌甲子園はない、うん、演歌はもうね、さすがにその界隈が違いすぎて、うん、サイレンですもんね。あるのはあるんだ、ね、ないですけど。うーん、じゃあ3人ならいいですよ、3人なら。先やったら俺らも、うん、入る入る、本当に入る。触りだけじゃやってください。さっきのはなんかボノボみたいに出てきたから入りようがなかったんで、これはいける、これは入れる、ね、ちゃんと演歌でやってくれるんだろうね、うん、ちゃんとやってくださいね。もちろんもちろん、うん、サイレンか。ああ恥ずかい、や、心臓の毛がどんどん抜けていっちゃう。生えてんじゃん。生えてた。来なかったら、時間余ってたら、うん、テクノポップ甲子園のサイズもあったし。危なかったよ。危ない。助けられて。一生恨むからね。ね。マジで。本当だね。私がおどおどしてたらね。